マトバ橋より上流方、雪キツ橋より上流方、三上川合流後、川口付近静間川は、島根県大田市を流れる、市内最大の二級河川。島根県内の二級水系では、三ス川に次ぐ流域面積を要する。大田市三上町、池田、三辺山の西側斜面、茶臼山との谷間に源を発し清流する。水源付近は、池田集落のある盆地だが、 大江川を合わせた後渓谷へ入る。島根県道3十五三別山公園線が流路に沿っており、南からいくつかの支流を集めて流量を増してゆく。売坂付近より周囲が徐々に明け、川合にて押原川を合わせると河川幅が広がり流れを北へ変える。吉永手前より徐々に西へと向きを変え、複数の二級河川を合わせて北西へ進む。 島根県道321号、栗西艦線が添う流路には、小規模な集落が山陸部に点在している。下流部にて水源部より波流してきた、最大支流三亀川を合わせると西へ折れ、蛇行しながら、日本海へ注ぐ。大田市街地を貫流する支流の三亀川に対し、本流は流域人口の少ない流路である。支流の銀山川の上流は、名称の通り、 岩見銀山遺跡が広がる。静間川では1951年に中小河川改修事業が認可され、1956年度より河川改修が行われてきた。旧河川は幅狭であったが、災害対策のため河川幅が大幅に拡幅され、護岸も整備されている。思考延長1 0 1 5トル総事業費1、55600万円に及び、 1989年度に完了した。支流のオシュハラ川でも並行して1980年度から1987年度にかけ1250メートルにわたり河川改修が行われた。また三亀川では三亀ダムの建設が行われた。1971年度より予備調査が開始され1984年度に着工。 1996年度に竣工している。その後川口付近の笹川との合流地点に土砂が堆積したため、2005年度から2007年度にかけて土砂屈策が行われた。流域は有料農地が多く、原流部に至るまで旧来から営農が盛んな地域である。河川上には農業用の固定石が数多く築かれていたが、 昭和40年代以降の度重なる豪雨によって、石器が流出し、河川管理、災害対策上問題があるとして、昭和50年代までに大半が稼働石器に付け替えられた。これらの設備は老朽化が進んでいるため、農業用河川工作物応急対策事業による改修が進められている。現在のところ、策定見通しの河川整備基本方針、河川整備計画が、 島根県内で唯一未策定である。静間川で水質汚濁が起こるとそれは糖度採掘によるものと考えられていたが、実際は排水や農業肥料の流入による窒素量の基準値超過、不栄養化によるものであることが2000年代に明らかになり問題とされたことがある。流量が少ないにもかかわらず、水源部に河原工場、 畜産団地を抱えており、流域の生活排水も未処理のまま流れていることから、水質が悪化したということである。これに応じて、定期的な水質調査及び静間川愛護同盟や、水質保全対策協議会と連携の上、公共下水道や合併処理浄化槽を整備することで、生活排水の処理体制の構築を図った。 下流域での水道水源としての利用は多いが、現在は良好な水質を維持している。上流より掲載、太地は二級河川上流より掲載河川、改修計画実施要領静間川の中須除去に、ついて大田市議会会議六平成13年第386回定例会、大田農村整備島根の海岸と河川でより平成20年5月号、 大田市議会会議録平成13年代386回定例会、平成25年度公共用水域及び地下水、水質測定結果の概要、ありがとうございます。